これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 アイランズ、相手陣30ヤードからファーストダウン10。ドロープレー。しかしこれはキリックス73番がジャスト、約1ヤードロス。プレーナンバー 2-2 アイランズ、相手陣31ヤードからセカンドダウン11。クォーターバック10番、オプションプレーからキーププレー、約3ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-3 アイランズ、相手陣27ヤードからサーダウン7。不成功。クォーターバック10番、プレーアクションからワイドレシーバー27番へのロングパス。しかしこのパスは通らず、パス不成功です。フォースダウンと変わります。プレーナンバー 2-4 アイランズ、フォースダウン7。プレーを選択します。ギャンブル。7ヤード獲得しないと攻守交代となります。ボールオン相手陣27ヤード。パス不成功。クォーターバック10番、右ロールアウトからロングパス、ターゲット21番。しかしこれはカバーされており、パス不成功。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー 2-5 キリックス、ファーストダウン10。ボールオン自陣27ヤード。ランニングバック35番、ハンドオフから左オフタックルを突き、約4ヤードのゲイン。
プレーナンバー2の6キリックス自陣31ヤードからセカンドダウン6。成功ファースター。クォーターバック3番ワイドレシーバー80番にパスを通し、90番にパスを通しファースター。プレイナンバー2の7キリックスファーストダウン10ボールオンハーフウェイ。ランニングバック35番ハンドオフを受け中央突破約3ヤードのゲイン。プレーナンバー2の8キリックス相手陣47ヤードからセカンドダウン7。パス不成功。クォーターバック3番パスを投じようとしましたがプレッシャーからパスを投げ捨てました。サードダウンに変わります。プレーナンバー2の9キリックス相手陣47ヤードからサードダウン7。パス不成功。クォーターバック3番ロングパスターゲット16番、しかし16番キャッチミス、フォースダウンとなります。プレーナンバー2の10キリックスフォースダウン7ボールオン相手陣47ヤードパントフォーメーションを選択します。このパントをコントロールよくアイランズ陣10ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー2の11アイランズファーストダウン10ボールオン自陣8ヤード。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック23番ハンドオフを受け中央突破、相手タックル縫うように走り抜けファーストダウン獲得。プレーナンバー2の12アイランズファーストダウン10ボールオン自陣27ヤード。インターセプト、タッチダウン。クォーターバック10番パスを投じましたがこれを取ったのはキリックス1番
1番そのままエンドゾーンに走り込みタッチダウン、キリックス6点獲得。プレーナンバー2の13キリックストヨタトライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キックによる1点を狙います。キッカー16番、キック成功、1点追加。キリックストヨタ10点、アイランズ0点。プレーナンバー2の14キリックストヨタブルファイターズキックオフ、先ほど得点を挙げたキリックスのキックオフにより試合再開です。キッカー16番、このキックをフェアキャッチ、ハイランズ自陣25ヤードからの攻撃を選択しました。プレーナンバー2の15アイランズファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。ランニングバック26番、ハンドオフから左オフタックルをつくも、ゲインは2ヤード。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー2の16アイランズセカンドダウン8、ボールオン自陣27ヤード。ランニーバック26番、ハンドオフから中央突破、約5ヤードのゲイン。
プレーナンバー2-17アイランズサーダン4ボールオン自陣30ヤード。クォーターバック10番オプションプレーからキーププレー。しかしファーストダウン獲得には至っておらずフォースダウンとなります。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。交代違反。フィールド上に12人いました。アメリカンフットボールはフィールド内は11人以下でなければいけません。5ヤード抜体となります。プレーナンバー 2-18 アイランズフォースダウン6パント。このパントシャンク、キリックス80番リターン。しかしこれはカバーされました。ですがキリックス陣45ヤードを超えたところからの攻撃と変わります。プレーナンバー 2-19 キリックスファーストダウン10ボールオン自陣48ヤード。ランニングバック16番トスを受け右オフタックル。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手選手を捕まえてはいけません。10ヤード抜体しファーストダウンやり直しとなります。プレーナンバー 2-20 キリックス自陣48ヤードから失礼自陣38ヤードからセカンドダウンファーストダウン24。ワイドレシーバー9番ヒッチパスをキャッチアンドラン。約10ヤード以上減しセカンドダウンの攻撃となります。プレーナンバー 2-21 キリックスセカンドダウン8ボールオンハーフウェイ。パス成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー80番にパスを通し約9ヤードのゲイン。ここでホイッスル。プレーナンバー 2-22 キリックスサーダウン2ボールオン相手陣44ヤード。フルバックのダイバープレー。ゲインをしておりますがファーストダウンに立ったかどうか判定を待ちます。ファーストダウンには至っておりません。フォースダウンとなります。
ここでホイッスル。キリックス前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。キリックス前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-23 キリックス、フォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル、ボールオン相手陣43ヤード、前半残り時間は1分18秒。中央へのランプレー、判定を待ちます。ここで審判団によりチェーンによる実測を行います。わずかに届いておりません。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー 2-24 ハイランズファーストダウン10、ボールオン自陣42ヤード、前半残り時間は1分12秒。ハイランズファーストダウン、ランニーバック23番ハンドオフから中央突破しファーストダウン獲得です。プレーナンバー 2-25 アイランズファーストダウン10、ボールオン相手陣47ヤードに訂正します。ハイランズファーストダウン、再び中央へのランプレー、ファーストダウン獲得です。ここでアイランズ前半1回目のタイムアウトを取りました。
アイランズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-26、 アイランズ相手陣31ヤードからファーストダウン10。試合時間前半残り42秒。何枠26番ハンドオフから左オフタックル、約5ヤードのゲイン、ここでホイッスル。アイランズ前半2回目のタイムアウトを取りました。アイランズ前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-27、 アイランズ相手陣26ヤードからセカンドダウン5。前半残り時間は36秒。パス不成功。クォーターバック10番右ロールアウトからワイドレシーバー1番へのパスでしたが、このパスはカバーされており、パス不成功。サーダウンに変わります。プレーナンバー 2-28、 アイランズサーダン5。ボールオン相手陣26ヤード。前半残り時間は29秒。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア26番。しかしファーストカバーされており、ファーストダウンには至っておりません。フォースダウンとなります。外へ出たので時計を止まります。前半残り時間は20秒。プレーナンバー 2-29、 アイランズフォースダウン残り1ヤード、プレーを選択します。ギャンブル。前半残り時間は20秒。ここでボールをファンブル。ファンブルボールを抑えたのはトヨタ。4回目の攻撃失敗ですので、いずれにしても攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー 2-30、キリックスファーストダウン10。ボールオンは自陣21ヤード。前半残り時間は14秒。2ダウン、時計を回します。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、キリックストヨタブルファイターズ10点、クラブアイランズ0点。キリックストヨタブルファイターズリードで後半戦に移ります。